はい、基本ベイザー併用コンデンスリーチバックスと行ってます。で、まあ授乳をね、2回されて、まあ、かなりお胸がしぼんだという方ですね。で、左胸のみ、注入終了しまして、まあ、こんだけの、ね、ボリュームの差が出てますね。まあ、非常に大きな胸が再現できそうです。はい、続いていきます。